ただ三八郎は、戦国時代の武将、海、武田氏の家臣で、足軽大将、武田信虎、信玄の二代に仕える、三十八点三八郎、淡路守。意味名は、官営書家系図伝によれば、将と、海の国史人物部代五によれば、三つよりとしているが、文書上からは確認されない。法名は、総半。妻は不詳だが、官営書家系図伝によれば、 土山正嗣の妹とする説がある。子は、紅葉軍官によれば、新蔵旧蔵官営所家系図伝によれば、新八郎、正都とされる。また、同じく、武田家の足軽大将である、ジブ左衛門のも、縁者と考えられている。後代には、武田の御名神に含まれる、摂津源氏一族の、多田玄氏公営と称し、源頼光の孫の多田頼綱、または、 源の三中の弟の源の光の子孫,の子孫と言うが、警府はつまびらかではない。紅葉軍艦によれば、美濃国の生まれで、弓矢修行のため海の国に渡り武田信虎に仕え、足軽大将となったという、春信にも仕え、二十九の武功を挙げ、全身に二十七箇所の傷があったする逸話を持つ、原虎種、横田高松、小畑虎森、 山本勘助と共にご人衆と称されたという、預けられた足軽、同心数は不明。現在の湯村温泉確実な記録資料上においては、天文16年8月の品濃国策軍、東城攻めにおいて活動が見られ、関東官令、上杉の政の援軍とのお代元の戦いにおいて、板垣信方らと活躍している。翌天文17年には、品野守護、 小笠原長時との戦いにおいて、信玄から感情を受けている。海の国史においては、38郎が、シナの国造3歳を敬語していた際に、地獄の妖怪、カシャキを退治したという伝説や、山梨県甲府市湯村の湯村温泉で天狗を倒した鬼の湯伝説が残っている。永禄4年の第四次川中島の戦いの頃は、すでに病床にあり、自分の代わりに息子を参戦させている。 その2年後の A66 年に病死、長野県諏訪郡富士見町大坂井には、ただ淡路守の居城とされる、先脱城が所在し、近在の城マッサージには、墓所がある。紅葉軍艦、海野国師によれば、子息の心臓は、天正3年の長篠の戦いで戦死し、正都は、天正10年に、武田家滅亡に伴い巡視している。一方、関英書家系図伝では、 これとは異なる説を載せ、長男の新八郎は元気元年に病死し、新八郎の子息小吉が徳川家康に仕え旗本になったとしている。また、次男の正俊は武田家を出本して、相模国のご北条氏に仕え、a 六0年12月に武蔵区に岩月で戦死したとしている。さらに、正都の子、正綱は叔父にあたる武田家の不代家老、土屋正次に養育され、 子孫は、徳川氏の旗本になったという、ただ内政、ただひさまさ、ただ平忠重国、ただ主に万獣道継馬、万氏、万長光秀、ただ貞広、ありがとうございます。